皆様こんにちは。ボケ日和の著者で認知症専門医の長谷川です。本日はですね、本当に誰かいるの、ちょっと不気味な幻覚について、その事例とですね、対処方法についてお話をしたいと思います。認知症患者さんでね、何か見えるっていうのって結構いわゆる幻覚っていうのを訴える患者さんとはいらっしゃるんですね。で、認知症の患者さんが訴える幻覚にはですね、段階とか病気によって大きく2種類あるんですね。で、1つ目は何かっていうと、いわゆる、一番典型的なアルツハイマー型認知症の方が、認知機能が徐々に落ちていく、いわゆる物忘れがどんどん進行した上で、いわゆる周辺症状、BPSD って言ったりすることもあるんですが、その一つの症状として幻覚が出る場合になります。ですから、その場合は認知機能はかなり落ちている、いわゆる物忘れがひどくなって、幻覚が出るというのが一つのタイプであります。で、二つ目のタイプはレビー小体型認知症で出てくる幻覚です。で、この場合はですね、いわゆる認知機能は比較的維持されています。そんなに物忘れも、あることはあるけど、そんなひどくないという程度の方が、なります。ですから、認知症、いわゆる物忘れのレベルとしてはそれほど重くないという特徴があるんですね。ですから、こういう大きな2種類のまず幻覚があるんだよということを、知っておいてください。ですから、僕も患者さんのご家族やからですね、なんか幻覚がありますよって患者さんが来た時は、とりあえず、MMSE というテストをやるんですね。認知症のテストをやって、20点台が維持されていて幻覚が出る場合は、レビー小体型認知症を疑って、MMSE という点数が15点を切るようになってきた場合は、その段階で出る幻覚は、アルツハイマー型認知症の周辺症状だなというふうに判断をするんです。で、見えてないものが見えているような幻覚を言われるとですね、家族の方は結構困っちゃうんですね。で、対応方法の基本というのは、まず幻覚というのはほとんど問題となることがないってことを知っていただくことなんですね。確かに我々が見えてもないものが見えてるとか言うとですね、家族によってはですね、怒ったりしちゃう人もいるんだけど、基本的にはそれを放置しても、トラブルになることはあまりないんですね。ですから、基本的には、共感してあげるのが一番大事ですね。逆にですね、否定をしてしまうと、ほらもう本当に見えるんだもんって言って、ちょっとトラブル、もしくは喧嘩腰になって、しまうことがあります。ですから、そうなんだ、本当見えるんだ、誰がいるの、何人ぐらいいるんだ、どんな人たちがいるの、なんていうふうに逆に聞いてあげると、向こうも相手の人も分かってくれたんだなと思って、こんな人がいた、あんな人がっていうふうにいろいろお話をされてきます。だから、聞き手もですね、どんなふうに見えてるのかなっていうのを逆にちょっと楽しむような感じでね、関心を持って、聞いてあげるとですね、患者さんも次第に落ち着いてきます。ただね、結構そうやって僕もいろいろ聞くとですね、なんかリアルなんだよね。だから、いくつか例をご紹介するんですけども、一つの例なんかは、本当にさ、最近もう勝手に我が家にも家族4人住み着いてさ、で、どんな人が会ってても4人家族で、夫婦2人で、子供も2人いて、上の子はランドセル背負ってるから小学生で、下の子は幼稚園行ってるんだよね、なんてことを言うんですよ。これ本当に住んどるんやないのっていうふうに思うぐらい、リアルなことを言われますね。あとね、幻覚本人には見えてるんだよね。で、いわゆるその、二人家族、特に息子さんとお母さんなんかで、お母さんが認知症だったりすると、ある時、こう、夕飯の用意がですね、三人分してあるんです。ほんと息子さんちょっとゾッとするわけよね。お袋、我が家って俺とお袋しかいないんだけど、あと誰が来るんやったっけとか言うとですね、お母さん、誰やったっけみたいな感じで軽く言うんだけど、誰かおるんかなっていうのは、ちょっと、気になるとは言われていました。あと、この間まだ言われてたのは、ご主人を亡くされたおばあちゃんがある時からこう布団を引くんだけども、いつも自分の布団との隣にもう一人分引くんだそうです。おばあちゃんそこ誰が寝るの、
ああ誰だったっけみたいな感じでごまかすんだけど、それこそですね、本当にいるのみたいな感じで言われるそうなんですね。だからまあ、関心を持って共感してあげることはとても大事なんだけど、まあ、結構ちょっとドキドキしちゃうようなケースも多いんですね。で、幻覚の中でもですね、デビュー状態型認知症の方はちょっと変わった、これを幻覚と言っていいかわからない変わった幻覚を言われます。どんなことかっていうとですね、まあ、男性が奥さんに向かってですね、お前は俺の奥さんみたいな顔してるけど俺の奥さんやないやろみたいな感じで言うんですね。言われた奥さん困っちゃうんだよね。私はあんたの奥さんなんだけど、あんたの顔、奥さんみたいな顔してるけど違うやろ言われても、これ何と言っていい、答えていいかわからないんですね。で、これはどうもこの認知障害みたいなものがあるんですね。自分の奥さんというものを認識してるんだけど、その認識の障害が出てきてるみたいで、見たことがある顔だけどこれは俺の奥さんではないということを考えるんですね。で、まあ、その時、まあ、正直困ってしまうんですけど、まあ、その時の対応方法として奥さんは分かったかったと一回部屋の外を出て別のところから入ってくる。例えば一回こう自分の部屋から出て、まあ、裏口ぐらいからもう一回入ってきて、あただいまって言ってくると、おお帰ってきたかみたいな感じで、認識をし直してくれる、ね、なんか面白いでしょ。同じものを見ていても一回出直して出てくると、もうこれは、大丈夫、自分の奥さんだというふうに認識をしてくれるということなんです。ですから今日は幻覚っていうね、ことになるんですけども、まあ、最初にお話ししたようにアルツハイマー型認知症が、認知機能がすごく悪化し MMSE が15点を切ってくるような時に、周辺症状として出てくる幻覚と、レビー小体型認知症で、MMSE がまだ20点以上あるような割と物忘れが軽い段階で出てくる幻覚があるんですよと。で、幻覚の対応方法というのはですね、あんなも見えるわけないじゃんみたいなことは言わないように、それを言うとですね、本人はいや私には見えるんだということで、喧嘩になってしまうから、ああそうなんだ、何が見えるので、誰がいるの、何人ぐらいいるの、その差男の人女の人何歳ぐらいみたいな形で聞いてあげると、本人も、落ち着いて答えを、返してくれるようになって、なんとなく収まってくるんですね。で、特に、レビー小体型認知症の場合はですね、お前俺の奥さんみたいな顔してくる、奥さんやないやろみたいなことを言いますので、その時は一旦こう場面を変えるみたいな形で一回出直したりすると、本人さんは落ち着いて、認識をし直してくれるということがありますので、そんな方法もぜひ試してみてください。今回はですね、本当に誰かいるのっていうようなちょっと不気味な、幻覚についてお話をさせていただきました。